来たか。まだまだ修行が足らん。Let's keep it up! Fight! 来たっしょ。延長忘れてたけど、延長しようと思った瞬間終わった。から後ろ投げ、おっと逃げていく。おーい、おい、はい、立ち見 B、 立ち見 A と増やせ、増やしてのこれで OK かな。さあさあ、そしてリツイートもしちゃうかな。一番な、これか、ついでにリツイートしちゃう。1時間で終わりですよ。延長忘れちまうな。最初にやっとかなきゃいけないんだな。さあ来よら、やれるのか。マゴシ大好きです、ありがとうございます。さあ遊びじゃねえから1時間なんだよ、アホかてんねん。8時間で定時帰り、ユン、おっと大地うるかして、おっと防止してる、よし、奇抜な動きで、イエス、教えてあげるよ延長、ありがとう、ありがとう。はい、見ましょう、ミスらない、足払い決めて、ほい、いいね、いいじゃん、先飛びパーツ知っとるね、おっと、おっとへい、ほい、あっと、来ました来ましたよ。そうだね、懐かしいね、村田とかやってんのかね。ちゃんと村田と鍋と檜垣やってるんかね。村田ニコ生あしてるんだ、いいことだね、えらいね。自分で配信環境整えると結構大変だぜこれ。そう、猛烈宇宙海賊ってアニメは見たいんだよな。
あれはね、キャラクターデザインが、アキマンさんなんですよね。でな、まあ他のあ、パイレーツっていうの、いや、まあよくわかんない。アナザーは今途中まで見た、今5話ぐらいまで見たかな。宇宙兄弟は、漫画で見たからとりあえずはいいかなっていう感じ。さあ、アド、アドあかんよ。しかし立ち向かおう、俺も、俺も男だ。そういうさ、おっと、はい、見てからいける。はい、ほう、生だなこれ。あ、生、生だな。へい、落ち着いている。お、ごめんね、うまいことやったのに、せっかく。おっと、痛い。ヘイヘイ、おい、何やってんのこの人。反応できない、反応遅え。こいや、ジャガキは打たせんぜ。へい、から複合勝破、痛い。あとは、あと何分？あと20分ぐらい？かな？セリフ振りすぎぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。よかったよかった。冒険も頑張れば、アドに勝てるんだよ。なわけねえか。あと5時間50分。おー、ほー、なるほどね。へい。そう、ニコニコ市場で市場わかんないですけど、勝ち続ける意志力、これがね、梅原さんが本を出したんですよ。てか絶対ゲーマーならば楽しめる部分があると思うから、買ってみるのはかなりありだと思うけどね。そんなに高い買い物でもないし、うまい。来た、大地を揺るがして、来た、やっぱ大地揺るがすと違うね。
おい、アースクエイクマゴシって呼んでくんね。よっしゃ、うまい。風合勝破。おうわっと、あ、やばい。やばいよ、バックス逃げて、痛いよ。よっしゃー、アースクエイクっていうかアースクエイクかな、発音的にはアースクエイク。サムラスピリッツなんですけど、おっと、おい、おっと、あら、おっと、波動拳、お、あ、来た。このタイミング今絶対向こうで抜けたよっつって大番付でやってるから。あー投げー、これね、後ろ投げを食らうと今絶対抜けたよとか言ってんだ。いや俺もよく言うから一緒だね。なかなかあれだな、 PP 配布工場なんねえな。ねえ、これアドンいらんか、これいらん。おう、速報、アキラの大友克洋週刊少年サンデーで連載スタート。お、マジ、大友克洋さんっていうのは、あ、確かなんかスプリガンかなんかで原作書いてたよね、確か。それ以来か、一応。だよね、それ以来だよね、懐かしいね。性格悪いっすよ、孫さん、非常に。勝ったら嬉しい、負けたら悔しい。あ、この人も2回目か、まあいいんですけど。俺の、追い込み半端ない、寝押しは見せらない、痛い。上レッパしちゃうもんね。あーあーあー、うまいね、うまいね。ソフティムスチームボーイとか、あとはあのカップラーメン、カップヌードル。おっと、バックスでこの人はですね、癖が一つありますよ。はい、あいかんよ、俺は悪くない。おいおい、よっしゃー、よっしゃー、おい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 、やってねえんだけど、ごめんね。
相当なってんねそれ。すげえとんがってるよ。さーて、いやいい感じだね。楽しくなってきちゃった。いいよ。まだまだ全然ね。お昼に対して行ってきた。お、いいことだね。そう、頑張り行こう。ただ昼はあんま人いないんじゃないかな。行くんだったら夕方行こうとかでね。アドンだらけだね。囲まれたね。これは戦略的に撤退せざるを得ないな。おお、そういうタイプか。サダブラにかけましたよ。私はミスらない。悲しいよ僕。行ったら見ていかねえんだよ。あれ、ガードするね。あ、うまい。バレ取るよ。でここでトゥース。ああ、見えてますよね。アドンもな、やりようによっちゃいけんだけどな。ただ相手の対策不足をつかなきゃいけないね。なかなか勝っちまったな。もう少し負けてんだけどな。5000以下まで下げてんだけどな。なな、ちょっとあんたさ、あんたさ、いやいいよいいよいいよ、正直ね、ちょっと嬉しいよ正直嬉しいけど、ただ今ね、ちょっと言うけど、11だかんね、あんたと俺。てか俺とてめえ、てかミーと言う、11だかんね。へい、はいはいはい。ああ、かくっちゃった。容赦なしなんですけど、ここか。痛いよ、いちいち痛いんだよ。痛い
臭くないよ、いい人だよ。見てる、きっといい人。あれ芸術派か。ほっ、飛ばさない。あ、いた。見えてよ、見えているでござるよ。おっ、振り向いてんの、なんで。痛い、これは振りという、あの、気持ちね。さあ、あと何分だ。あと8分ですか。運もかけ縄ということで、アドに囲まれてんな、これ。ちょっと時間置いてみるか。いや、やりたくないわけじゃないよ。やりたくじゃないわけじゃないんだよ。ちょっとあれ、時間起きてえなと思ってさ、全然やりてえな本当に。いや、でもアドン本当に好きだよ。3度の飯よりアドンと対戦するのが一番好きだからな。いや、逃げない、逃げてるわけじゃねえよ、全然だよ。いや、本当にもうアドンとの対戦本当に面白い。面白いな、面白いからやっぱ使っちゃおうかな。面白いもんね、やっぱ。うん、俺もそう思うもん。やってんのも面白いし、大切なのも面白いし、使っちゃうわね。うん、使っちゃう。延長はしないよ。もう明暗だよ、明暗。悪いことじゃないの、いいこと。おい、あー、これこれちなみにどっち、ちょっと教えて、これどっち、1の2どっち、教えて。2、あと有利なの、本当に。2ね、信じるぜ、あんたら信じるよ。逆に言うと、もう今この瞬間俺あんたたちのことしか信用してないんだ。むしろ他のこと絶対信用しない。1かよ。いや、まあいいや、まあいいっす、いいっす。知らないで言ってるでしょ。さあ真剣にしゃがみ台パン当てて。これっすよ、飛ぶんちゃうの、これ。やだ、きっと。お、これいけるやん、全然ひどい組み合わせないやん。ここでじゃらあ、これいけるやん、これ全然いけますよ。ばっかりした、俺がバカだみたいな。この人ってこの距離でジャガキは安定ですね。おい、嘘、やめて。よし、これ決めちゃった。よっしゃ、いけんじゃん、楽しいね。相手もすごい、今のは本当ににやけた、止まってなかったと思うよ、楽しすぎて。出るよ、アドンってのは本当にいいキャラなんだよ。やってる俺も対戦してる相手も本当にね、両方幸せな、ウィンウィンの関係を築けるよ、アドン使えば。そうだよね、うん、いや、そうなんだよ。嘘じゃない、そうじゃないよ。あ、エイプリル過ぎちゃったか。あ、そっかそっか。アドンとやるの楽しいね。
すごいなんかバカっぽいね。延長しませんよ。これこれがラストかな。おい、おい、いいなあ、いいっしょ。グレイト、グレイトだぜ。超反応された。これはやるやんけ。グレイト。さあ終わりです。ラスト試合でした。ありがとうございます。延長しないよ。当初の目的は、目的というか当初の約束を守る。でですね、まあ、とりあえず、そう、ちゃんとあれあれですよ。今週の4月4日、4月4日に、あ、8日にトパンがチャリティーカップあるので、みんな来てください。観戦だけでも OK ですよ。全然 OK なんで、もうぜひぜひ。で、今からエントリーしてください。もしよければ、あの、今じゃないと忘れちゃうと思うんで、もう確実に一人だな。他の人都合つかねえなって人は今エントリーしてもらえると全然嬉しい。サインは、あの、頼まれれば全然書きます。結婚も頼まれれば全然するの俺。うん、はい、まあしたらいいですね。観客の方だけでも全然いいんで、本当に。そうで、5人未満、参加人数が5人未満だった場合でも、あの、全然エントリー受け付けてますし、その知らない人と組むっていうのもまた楽しさの一つだと思うんだよね。ほら、幅が広がるじゃん、そのゲーセン行くことによっての。てか、もうゲームのつながりの知り合いがやっぱ増えるから、いいことだよ。もう結婚はいいから置いといて置いといて。で、うん、そう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 、いや全然楽しいよ、うん、実際。で、ですね、あと50秒ちょっとだけ、ちょっと喋りきるまでは続ける、喋りきるまでは続けるってことで、本当ね、うん、4月8日ぜひぜひ来てください。で、みんなが来ることによって盛り上がりに一役買うので、確実に。いいですか、今んとこね、エントリーは、だいたい10チームいかないぐらいですね。10チームいかないぐらいで、まあ50名程度が、参加してくる、もう参加表明してくれてるんですけど、まだまだ全然、多ければ多いほど、やっぱりその、東北の人たちに対して活気を与えられると思うんで、まあそれを出しにする言い方を今しちゃったかな。うん、ちょっと良くないけど。まあ実際それが目的なんでね。本当にやっぱ観客の人でわーって言ってくれるだけでも全然いいことだし、まあ、一応当日、ストリームの方で、配信するんですけど、やっぱり現地行くっていう楽しみはやっぱ配信見てるだけでは伝わらないとは思いますけど。でですね、であとは、4月6日に、
秋葉原の台東ステーション。秋葉原の台東ステーションってどこだっけ、わかんねえと思うです。秋葉原の台東ステーションでガンスリンガーストラトスのチーム梅原、チーム梅原、メンツは、梅原、時戸、孫フードの4人でチームを組んでガンスリンガーの組手乱入会みたいなのをやると思うんでね。あのゲームねかなり面白いですよ。上田かなさんはいいのかな、知らないですけど、なんか、まあ、とりあえずチームブンブン丸には入ってなかったと思います。いや結構ね面白いゲームなんで、まあ、とりあえず見るだけでもとりあえずいいんじゃないかな。まあ人が多くて当然できなさそうだよっていう風に思うのであれば、とりあえず見るだけでも結構楽しさ伝わると思うから、当日配信とかされないんで現地に赴かないとダメですね。ですよ、ガンスリンガーストラトス、大体どんなゲームかっつうと、まあガンダムに近いかな。ガンシューティングのガンダムみたいな、ガンダムのガンシューティングアレンジみたいな、言ってること一緒か。ポーズ決めちゃうよ、あの銃ってあのキャッフォーズってね。もうそう、戦場の絆、まあ戦場の絆は俺やったことないから分かんないんだけど、ちょっと似てるみたいなね。ちょっとよく分かんないですけど面白いですよ。で4月6日ガンスリンガーストラトス、これには、チームブンブン丸チームで、チームブンブン丸で何人かの、まあ、声優さんだったりブンブンさんだったりが来ます。でそしてチーム梅原の方は、まあ、俺孫時のフードが行きます。でその来週なんですけど、その来週はおそらく大阪の方に行きますので、大阪の人たちはよろしくお願いしますということで、まあそれはね多分今週のトパンガ TV の方でちょっとあの告知させてもらうと思いますけど、うん、チーム梅原の方はみんな揃っていきますね。まあ、ちょっとまあ多分台東ステーションなのかな、ちょっとよくわかんないですけど。っていう感じでね、はい、っていう感じで以上です。カルロさんは来るんじゃないですか、というか来ますね、カルロさんも来ます。それを置いといて、じゃあ、まあ本日はこれにて終了とさせていただきます。お疲れ様でした。あ、そう、梅原の本が出たんでね、ぜひ本屋さん店頭とかで見かけたら買ってあげてください。で、まあ、Amazon とかでも買えると思うんで、ね、以上で、配信を終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。